本当ありがとうございます。ありがとう。イエイ。いつもありがとうございます。いや本当だよ。いつもありがとうね。あるぞ。おお。ありがとうございます。いやおいおいおい、やばないか、やば、ありがとう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 、自らね、煽っていくスタイルなんですね。というわけでね、本当にアルコール、アルコールアルコールはい、アンコールありがとうございます。ありがとうございます。ピッキー寄ったのか、アルコールって。あ、はい、まずアンコールの前に、今後の告知などをね、ちょっとね、はいはい、お知らせ。まずですね、来月なんですけど、ちょっと5月は S ボイスとしてのライブは5月は一旦ありません。ありません。ね、ほら、待ってないと思うじゃん。でもね、5月22日に山本カッカはライブがあります。みんな来てね。ここにいるとみんな来てくれるよね、きっとね。全員来るから。やったー、間違いなく全員来るからね。イエーイ。ガチドンやん。あとはあとあれだ、鳥の国の春子、これね、はい、鳥ね。そうですね、鳥のね、え、それは、はい、鳥のあれがね、鳥のあれが、はい、というわけで、鳥の国の春子リバース円盤化をかけた特に動員イベントなわけですが、はい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 、結果はCM の後、おい、はい、読めるな。やっぱだわ、アドリブにもね、参加してくれる。素晴らしい、びっくりした。持っていらっしゃる、本当。もう一回なんか流れもらっていい？はい、結果はドゥル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 ダダン、116人。わですけど、はい、まだちょっと計画中の段階ではあるんですけれど、はい、鳥の国の春子の、ドラマ CD 販売イベントというものをちょっと今計画してまして、これがまだそのいつどのタイミングでどういう形でなるかっていうのはちょっとまだ未定です。あ、分かりました。なので、予定を見て。でですね、このイベントがもし、開催されましたら、今日皆様にお配りした S ボイスのチケット、はい、ありますよね。あるね。こちらのチケットをお持ちの方には特別なものを用意します。そうですね。それはい。そうだから絶対になくさないで保管しておいてください。はい、イベントまで大事に大事に持っていてください。大事な特典チケットになりますので。はい、なのでね、鳥の国の春子ドラマ CD 販売イベントがあった際もぜひぜひお越しいただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこれがなんかネタになってる。ちょっとさ、声援じゃなくなってきた。そうだね、声援できて私感動してちょっと泣きそうなんだ。そうだよ、はい、そうだよな、はい、そうだよな、はい、そうだよ。すごいすごい、いろんなのが飛び交ってるね。ありがとう。鳥の春子がね、はい、またあるんですよね、最新話7話でしたっけ、7話の放送でかな。そうですね、次の7話が、そう毎週第4水曜日に FM 西東京さんにて、はい、24時半深夜の1時、あ、深夜の12時半から、毎月第4水曜日
水曜日、ね、そうなんです。第4水曜日の深夜になってますのでね。はい、はい、ほら、アミちゃんだって人間だから間違えるから、あかんよ。はい、続けるよ。FM 西東京さんで24時半から放送しております。はい、私たちの他にも、同じフラココで活動しているアーティストのみんなで収録しております。はい、さっきあの PV 中にね、こうしれっと出してきた女の子がいたんですけど、彼女も白熊役の名護あゆみちゃんです。はい、その他にもね、いろいろ PV 役の相沢誠さんだったりとか、すずめ役の倉下雅さんだったりとか、いろんな演者の方に協力してもらって作っております。はい、はいはい、ぜひぜひ聴いていただけたらなと思います。はい、お願いします。お願いします。お願いします。というわけでね、長く喋っちゃったけど、はい、そうなんですよ。すがすがしい気持ちでアンコールに行こうと思います。はいね、心置きなくいけるな。お前はこれね、達成できませんでした、ズンってなってアンコール歌うのも嫌やしな。よかった。はい、それでは、はい、いいかな、本当に、はい、最後の最後の曲を聴いていただこうと思います。はい、皆さん OK ですか？いけるか？ OK、 盛り上がる準備はできてますか？光るよ。
皆さん本日は本当にありがとうございました。はい、というわけでここからは皆さんに今日の記念を残していただこうと思います。写真をね一緒に撮っていただけたらと思うので、ちょっとね前の恒例なんでね、ギュッとはしてるんですけど、前のお客さんにちょっと座っていただいて、なんか中列は中腰みたいな感じで、なんかすごいな、チームワークええな、みんな本当にご協力ありがとうございます。